して今日の企画は、今日の企画、はい、ドライバー封印します。ドライバー封印する、はい、うん、ちょっとね試したいこともあって、うん、もう3番ウッドでプレーをするっていうのはね、はい、3番ウッドでプレーしてドライバーを捕まえたらスコアがどうなるのかって、ドライバーなしゴールでしょ。そう、3番ウッド、うん、3番ウッドでどんぐらい飛ぶ。270ぐらい。おお、でも今日はそんな飛ばんとして、うん、じゃあお願いします。はい、ドライバーってほぼ一緒ね、一緒。やべ、全然体回らん、うん、全然回らん。すごい、体動きません。今日の目標は、じゃあ今日は100切り目指して。わかりました、お願いします。ちょっとチラッとだけ映すわ。左です。ある？おはようございます。ちょっと今年はあの60台出すっていうので、まあ1月2月はちょっと寒すぎて無理やろうけど、2023年の目標ですけど、チャンネル的にも2022年でまあバズったあの恒例企画の一人予約とかそういうのもやっていきたいなと思って、まあ今は福岡だけでやってるんですけど、なんか大阪行ったりとか、あの東京の方行ったりとか、どんどん他の YouTuber さんともいろいろコラボしていきたいなっていうのはめちゃくちゃ思います。登録者数が増えていって、でいろんな方、ツアープロのコーチだったりとか、いろんなすごい人がこう出てくださるようになったんで、そこもですね、いろんな人の、まあ、すごい人、出演していただければと、でいただけるようになるんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、まあこれから頑張れば頑張るだけこう登録者も増えて、いろんな人がこう応援してくれるようになるんで。凍ってね、凍っとるよ、めちゃくちゃ凍ってる。勝手にさ、ドーンって言っちゃったらもう下までガーって凍って、めっちゃ凍ってね、やばい、ズームしてみて、やばくない？いや、さっき練習したけど勝ちだった。パターグリーンガリガリガリガチャって体回りすぎる、やばい、これ怪我するか。今年の抱負なんか他にあったっけ。今年の抱負やろ、うん、だけどやっぱ登録者数が伸びてきたけん、うん、いろんな人がこう出てもらえるようになって。確かに確かに。で今後はこうコラボして、うん、まあゴルフ YouTuber さん、はい、他のね、うん、まあでも福岡県に住んどるっていうのがさ、みんな関東に集まっとる。ああそうやね、仲間外れやもんね、うんうん、まあいっかそれは、まあ、とりあえず九州一になってね、まあ、九州一番のゴルフ YouTuber になって、うん、はい、でまあなんかみんなが見たいようなことをどんどんやりたいよね、うん、2023年は、まあ、例えば一人予約とかも結構さ、ね、みんな好きやん、うんうん、コメント見ると、うん、あれ関西とかもさ、まあ、と関東とか関西、いろんなとこでやっていくっていう、うん、確かに、ね、全国、うん、全国巡り、まあタイとかもさ、うんうん、あ海外とかもね、うん、まあ、コラボしてもらいたいし、うん、なんかねプロの人とかね、うん、出てもらえるようになったり、そうそう、まあちょっとライがいいから、はい、2番ユーティリティで、はい、まあ、花道狙います、はい、花道を狙います。花道ね、うん、あ、カンツだ、 OK、 ヘイ、さあ、95ヤードを30ヤードショートしました。今年の抱負は、今年の抱負は70台。無理です。さあ、62ヤード62ヤード、はい、さあ、今年初バーディー出るか。おう、ここで寄せれたらあるよ。そうね、もう着込んどるけど体動かんくない。確かに、着込んでない、寒すぎ。体を回す、はい、じゃあ58度で、うん、62度どんな球で、まあ、ふわっとやけど、うん、もうさ、グリーンあれ絶対スピンかからんくない。かからんともね、止まらんよ多分。マジかよ。こんな初めてやん。 YouTube の撮影なかったら絶対回ってない。どうわ、どうだ、ダフったやん。最悪、初ダフり、初ダフり、20ヤードぐらい、はい。やばいわこれ、グリーンカチコチやん、カチコチ、マジで凍っと、やばそう、クソ硬いやん下、これやば、やばいねこれ、めちゃくちゃ硬いやんこれ。いや、重いんかい、意外と。めっちゃ重い、めっちゃ重い。
スリーパット意外と重い、硬くて重いグリーン。190ヤードピンまで。はい、190ヤード、はい、ちょっと上げっぽいけん5枚。さっきのはちょっとバタバタして取れなかったんですけど、3オンのスリーパット、うん、これもうマジ参考にならんグリーン凍っとるやん確かに。でカーンって言うじゃん、うん、ボール落ちたら。でパター、あ違う、4オンのスリーパットだ、俺ダボだ。ダボか、初ダボです。パターね、速いかと思ったら重いしね。そう、重いむちゃくちゃ重い。しゃ、じゃあ190ヤードね。はい、バックウーピン、うん、センター狙う。はい、うわー、朝日が。見え、ちょっと右行きよ。全然振れん。バンカーの方かな。あー嘘、よう見えたね。うん、全然見、残り2、30ヤード。2、30ヤード、これもふわっと。ちょっとスピンかけたいけど多分止まらんけんぐり。確かに。お、いい入り、ギリギリエッジ。おう、絶対スリーパットするわなにこれ、カチカチやん。人音でもね、これ速いと思うよ。速く見えるよね。重いだよ。うわあ、意外と速い。ああグリーンによって違う。だってシャッ、なんかガサガサガサって言うよね。ね、うわあ、うまい、ナイス。ボール詰めたはい、ここはじゃあどうしてみますか。464ヤード。はい、もうダボボギー。いやもう悪い、僕が引き込んどるのがね。俺と回ったら下手くなるやつじゃないよ。いや、そういうのじゃないよし、もうまっすぐ、あのちっちゃい木で。はい、もう3番ウッドの良さをそれが見せます。もう正直ドライバーいらんもん。うおー、ナイスボー、めちゃくちゃよくない。めっちゃいい。もう曲がる気がせんじゃん、ね、3番狙ったとこにスポーンって。 OB なくなるやん。いやマジで昨日一昨日 OB なかったもんね。そうそう、うん、やっぱ3番打ってたら飛ばそうとせんでいいけんかもしれない。はいはい、オッケー、いいね、カート道いいです、いいです。2人で回るの大変すいません、めちゃくちゃ大変やない、うん、どうしようこれ。ショータイムとか他の YouTuber すごいな。そうね、どうやって回っとっちゃうの。交代でもって回しちゃうね。え、せっかくね、いろいろ勉強になることがあったけ、うん、今年はちょっと練習します。お願いします、はい、やっぱさ、やっぱ3番ウッド残るね。まあ、てかここ特別ね、うん、長いっちゃん。今も多分200、残り207なんやけど、うん、上り入れて、うんうん、大体多分でも普通の人のドライバーぐらいやけん、うん、なんかあったやんコメントに、ドライバーその飛ばない人用にとか、うんうん、そうね、その260、70とか50ぐらいの時のマネジメントを教えてください、うんうんうん、最近さドライバー使わんでも70代出るっちゃ。おそだけど今日全部ドライバー使わんでみたいな、うん、俺ドライバーマジ下手やけん。検証やね、検証。本日は検証動画です。そうね、普通残るもんね、200とか。今日バックティーから回ってん、はいはい、バックティーからさ。だけん、まあ、だいたい ここはハンディキャップ1結構難しいと思う、うんうん、470ぐらいあったやん、さっき、はい、ミドルで。そうだね、結構飛んだ方よ、200。確かに270、4番アイアンだよ。はい、ピンはあそこね。ピンは、あの、あ、今したことか、うん、なんでドライバー使うの時は。今日っていう、まあ、ドライバーね、正直壊れたっちゃん。壊れたぞバンバン打ちよったら、パキーンって言って、うん、ボールにインパクトした瞬間、うん、壊れた。あのなんか、ショーゴプロと回った時からなんかおかしくなかったっけ。ね、ね、そうそうそう、変な音しようと思うね。ショーゴプロと回ってからおかしいのあ、ピン見えんくない。ピンはあの、あ、ね、青いやつね。つま先上がり、ちょっと短く、はい、いやー、起き上がる。オッケー、バンカー横。おお、だいぶ雪が溶けてきた。オッケー、うわ、これはむずいね。58度で、はい、パーオン1000やっぱ、うん、ちょっとこれ遠目に立つじゃん。はいはい、足しっかり埋めて、うん、うまっ。
うまっ。ああ入る。え？やば。やってくれるね。新年初やらかし。うん、新年初やらかし。やばくね？バンカー。そう、うまくない？やばい。これ翔吾プロ直伝のバンカー。やばいやん今日。バンカーうますぎる。翔吾プロのおかげです。これオッケーやろもう。オッケー。はい。肩下コンコンいいよるし。さっきのバンカー取ってよ。やばかったけんマジで。やばくなかった？いやマジうまい。ズームしようとしたら切ったやな。そう。あるあるやねマジ。ズームの横にあるけんね。しかもマジでスーパーショットの時に。マジ多い。毎回慌ててズームしようとしたらいつも。毎回スーパーショットの時にやられる。スプーンやったら OB とかないのなんでなん？まあその多分ねスプーンとドライバーじゃ20から30ぐらい距離が違うじゃん。うん、20ぐらいかな距離がね。うん、まあ、ランも入れたら30ぐらいあると思う、うんうん、やっぱまあキャリーがまず変わるのと、うん、ランも変わるやん、うん、スプーンの方がやっぱ飛ばんけん、うん、それは極端なのし、サンドウィッチでここから打つのと、そのドライバーで打つのじゃ絶対サンドウィッチの方が幅がね、うん、確かに曲がり幅もそうやし、うん、まあ距離もそうやけん出らんけん、うん、OB になりにくい、うん、最近右足がもうこうなるぐらいの回すイメージ。そうなん、うん、体が回りん、はいはい、痛いせいでこう腰が回らない。確かに急に変えて おかしくならん、うん、最初からおかしいけんさ俺やスイング変えたらおかしくなった、うんうん、最初からおかしいやんみんなアマチュアみんなおかしいやんだって常に俺は変えよう、うんうん、まあ、今年もその辺の変化とかもね、うん、してください。確かに。あそこの木の方を狙う。まっすぐだ。まっすぐの方向に、はい、まあ、要するにフェアウェイ変だよね。はい、もちろん3番ウッド。はい、ナイス。はい、曲がりません。安定してよね。曲がりません。全く曲がりません。マジでスコアです。OB にならんっていうね。ナイショー。ナイショー。完璧やない？完璧。ドライバーいらんよ。あ、いらんちゃう、正直。だってドライバーがボギーにさせるし、うん、ドライバーがもう OB にさせる、ダボにさせるし。うん、まあ、厄介なんやん、ドライバー。シャフトが合ってないとかなんかヘッドが合ってないとか、うん、だってこれに変えてるこれ 7S なんや、うんうん、ベンタスのブラックの 7S、うん、で冬は 7S にしたんやけど、うん、夏は 7X にしよう、うん、夏も俺3番ウッド好きなんや、うん、3番ウッドで回ればでめっちゃ言われるんやけど、うん、なんか気持ち嫌ない、うん、冬はさもうそんなん言ってられんけん、うん、ドライバーめっちゃ曲がるじゃん。確かに。大将のとこ行った？あれちょっと右行ったね。俺のドライバーより飛んどるやんか。飛んどる。あれ2、30ある。距離計もなくしたんか。距離計なくした。俺やりと運動やんか。当たり悪かったんや大使が。多分270ぐらいあるよ。うんうん。2番ユーティリティで、うん、ピンが左近いで、まあここ一番背が高いのはあれの手前に、うん、あそこの枝に引っかからんぐらいに右に。はい。右向いてるような気がする。うん、ちょっと右。つま先上がりってそうなるじゃん。うわ。完璧じゃない？完璧。なんか消えてった。あ、それも何番今の？2番ユーティリティ。あ、2番ユーティリティか。ユーティリティ。やばいな。今日のラウンドはさ、視聴者の人がさ、うん、多分100切れてない人もおると思うよ。おるんかな。いやいや、おってほしいけどね。おると思うよね。うんうん。だってそういう人のためにちょっと俺を回っとるのを見て教えてほしい。参考になるっていう、うん、なるほどね。まあ大使の実力からしてっていうのを話したりする。うんうん、ティーチングプロではないですから責任も持てません。教えてほしい。今どう考えと。今は、うん、ピンまで200やけん。ピンまで200やね。6番で、うん、花道に行くか、うん、3番ウッドで、うん、歩くんですか。そうね、3番ウッドはさっきから球が低いけん、うん、打って低く打って転がって手前に花道の手前行ったら多分バンカー入るけん、うん、したらもうここピン狙うクラブがないやん多分、うん、6番アイアンまでしか持ってなくて6番アイアンの次が3番ウッド、うん、5番ウッド3番ウッドだけん、もうちょっと初心者セットやけんこれは。こんな人おらへんね。いやー分からん、
かおるっちゃおるかもしれんよ、中古揃いとして。だけどこのクラブで行くんやったらもう花道、ピンより全然右狙っていいけん。花道見てん、多分ね、バンカーが左、グリーンの左と右にあるっちゃん。うん、ある。だけどそこをまあバンカー方向狙ってもいいよ。オッケー、はい、オッケー。で今ある OB エリアのコースの広さを見て、ちょうど真ん中に打って、どっちに曲げても大丈夫なように。まあまだ持ち球絞れてないやろうけん。オッケー、はい、49ヤード。49ヤード。これはね、どんぐらい転がるかマジで分からんもんね。うん、硬いやん、とりあえず。確かに。じゃあ40ヤードぐらい転がっていくみたい。これも昨日使っていく練習したやつ思い出すと。うう、硬そう、音がバーンっつった。スピンなんか絶対入らない。めちゃくちゃ緑凍っとる。俺カンっつったもん、ここまで来とるもん。うまい、おお、いいね。でこっから重いっちゃん、速くないという実は。重い。これもうスピンとかいうレベルじゃない。58。はい、うまっ。うわ、見た今、カーン言った。音がやばいね、マジで跳ねるね。最初のもここ落ちたもん。絶対スピン効かんやん、これ。ちょ、やばいって音が聞きよって。うん。やばい、凍っとる。これでもね、重いっちゃ、傾斜も果たして切れるのか。この時期にゴルフしたことない。ない、いかんもん、絶対。確かに練習行くんか。ボギー、マジか。さあ、ちょ、ここ真剣にね。はい、そうね、これやりよったら分かってくるじゃん。うん、まあ人のラインがあるときはそれあんまやらんがいい。あ、うん、あんまっていうかマナー的にね。ダボパッド来たんじゃない。トリ、トリもったいないね、ショートが。うん、ここは390ヤード。390。安高原で距離あるじゃん。長いよね。大使も今日バックからね。3番ウッドで、はい、昨日ロングも問題なかったくない。うん、しっかり。全然分からんレベルやん。そうなんや。これセンター狙い。はい、3番ウッドが相性いいんかな、好きなのかな。今のもね、ドライバーやったら絶対 OB なと。確かに残るっていう。それでも270って飛んどくよね。そうよ、107ヤード。はい、107ヤードの、これ多分あれよ、桜井翔吾プロ。ああ、ボールが浮いとるやつ。うんうん、だけどパフ取らずにさっていう感じで。はい、こんな感じでね。うんうん、じゃないと多分ボールが浮いとる。107ヤード。はい、風が来よるね、見ないから。距離はオッケー。おお、ナイス。はい、ありがとうございます。ねえ、打てたね、そって。うん、うまかった。初パーパット、今日。いや、2023年初パーパットです。お、おお、欲しい。ナイス。オッケーはあげれんね。オッケー、オッケー。じゃあ、補足します。はい、ボギー取りたいね、しっかり。初ボギーやけんね。オーバーさせた。顔上がらんようにね、近いけん。はい、ナイスボギー、ナイスボギー、はい、ナイスボギー。よし、いいね。よし、バーディーパー、バーディーパーと。バーディー取るよ。はい、なんかもう雪なくない？雪なくなったね。ね、結構フック、フックやね、うん、左フック。おおお、ええー、うわー、うまっ。もっとライン読まなきゃやった。マジか、くそー。あ、お先いいで、でもやっとパー取れた。ナイス、ありがとうございます。すげえ、こんな曲がるように見えんちゃけどね。そうね、めっちゃ切れるもんね。初パーやん。初パー、今日やばいね。2023年初パー。お、大使初ボギー。初ボギー、ナイスボギー。次ちょっとね、あれっちゃん狭くて、うん、で短いんよ。うん、こっから下ったんよ。
で263、まあ、左はワンペナで右は、うん、右もワンペナで黄色くんやね、うんうん、でも180以上飛ばしたら多分 OB に、ね、転がっていく。ああ OB ね。今日3番打って5も3番打と俺は3番打って、もう精度がいいけん、うん、めちゃくちゃ。ここはドライバーで打ってもいい。俺はドライバーでは打ち切らない。あ、大使は、うん、大使はドライバーで打つしかない。打つしかない。3番打って刻むより多分ドライバー精度一緒やろ。うん、クワイレス書いてここ。あ、低い球ね。転がっていくやん。うんうん、1回ぐらいオナーやりたいな。無理です。390。ちょっと左ドッグっていうか、ちょっとでもない左ドッグ。あの高い木、枯れと高い木ある。うん、って言ったらもう240で OB。 あ、そこね、うん、左消して、左はワンペナやけど、うんうん、左消して、右 OB やね。右 OB やね、うん、この左の木の上ぐらいから、うん、コースの一番左側狙うけど、果たして3番ウッドできるのか。もうドライバーでは絶対できんけど、うんうん、ちょっとでも右にペラったらもう、そうやね、即OB で、左にトーンってプッシュさせたらもうワンペナ、うん、3番ウッドはどうなるのか。ペラっても助かりそう。距離出らんけど、うん、安心してペラる。うわ、いる。じゃあ打てよ。はい、左からわざとペラった。うん、うわ、めちゃくちゃ狙い通りじゃない。まっすぐいった。完璧すぎる。完璧。俺3番ウッド相当自信持っとっちゃうんだよ。ドライバーいらんやマジで。って言われるよマジでいらんや。めっちゃ言われるっちゃん。入ってきた。あー、ワンペか。あ、出てきた。出た。スタート道に出てきた。すげえ。大使のボール？あ、うん、出てきた。状況はどうなっと？いや、もうピンに木が丸かぶりで、うん、狙いんけん、うん、この方向に出そうかな、うん、低いボール打っとったら多分左にずっと切れていってくれる。うん、分からない。あそこまでが何あるか。キャリーだけに多分70ヤードぐらいの低い球打てれば転がっていくよ、道なりに、はい、うん、低い球よ、あの目の前の緑枝のよりも低く、でもちょんでまっすぐでいいと。それ何番持っとるの？ 52、うん、高くなるね多分、うん、ピッチングとかで、まあ、9番とかでもいいと思う。9番、うん、でつま先上がり、先上がりの、うん、じゃあまあ左に行くことはない。うん、もうちょっと左足の前ぐらいでもいいよ。うん、そうそうそう、低く抜いてね、体回してアプローチと一緒。うまい、完璧やん。で転がっていけろ。おお、いいね、転がった。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。でちょっと距離稼げて、うん、変にスライスとかかけて今。111ヤードと、はい、ヤードぐらいかな。51度とか、はい、51度とかやったらピン狙いよね。うん、はい、まあ右ピンやし、うん、ピン手前剣届かやったね。ああ惜しい、メツジカして、うん、惜しかったね。惜しい、こんなんなるよね。スピン入っとうね。でもうん、上り下り見て、うん、上りやろ。上りの緩くなってくるところで、若干スラスト、うん、上りやけん、まあ打ち出しはそんな気にせんでいいけど、この辺ぐらい、うん、ショートだけはせんや。うまい、ナイス、ナイボギー、おお、ボギボギ続いたね。ナイス、ナイス、いいね、パー来そうや、うん、いいね、大使の成長が早い。18ホール頑張ればいいけ、うん、成長ちょっと早くなってきてないもん、うん、いや、なんか多分パターとかよくさ、ああ、ずっと見ようけんさ、ああ、なんか分かってくる。分かってきた。分かってくる、強さとかさ。うまっ。ドヤ顔見た、やば。もう入る前から歩き寄った。パターをもうマジ得意っちゃうんだ。やばいやばいよね、うん、いマジでこのパター見送るだけで上手くなる気がする。パターマジいいよね、うん。
ドライバーなんていりません。絶対今からいい。2023年ドライバー抜いてめっちゃ熱くしようかな。マジでない方が出そう。確かに。